はい、ハチさんこんばんは、んこでございます、ボギーテドコンでございます、今日は令和5年の6月17日土曜日ということでございまして、今夜はね、まあ、土曜日ということで、久方ぶりに、美浜の、デポアイランドの海沿いにね来ております。今私がねカメラを向けてるところはファーゴというね、いわゆるブラジル料理のお店でございまして、いわゆるケバブのお店なんですよね。まあ、ケバブというのは串に刺して、炙り焼きにしたお肉を、まあ、いわゆるナイフで削いで食べるお店でございまして、非常に美味しい。そしてその横にあるのは和牛ステーキのお店なんですよね。まあ、沖縄のいわゆる和牛、まあ、離島の、ね、石垣牛などの柔らかくて非常に美味しいステーキをね食べられるお店がねここの方にあります。さて、上の方ちょっと見てみたいと思いますけど、このね上の方にちょっと青いネオンが光ってるこのお店は、蒸気海鮮さんと言いまして、海産物をですね、蒸気で蒸して食べるお店でございまして、非常にここ美味しい。さてさて、どうしたんだろう。すごい音がしましたね、今ゴッツンって言ったのかな。はい、そしてこうしてねワンちゃんを散歩させてる人もいます。すごいですね、最近の首輪はこうしてキラキラ光るんですね。ハチさんどうですか、音の方は。ちょっと風の音が入ってちょっとうるさいかなと思うんですけど、さてさて人もねたくさん集まってきましたよ。はい、花火まであと3分ということでございまして、いつの間にか人がわらわらと集まってきております。さて、まあ、いろんなお店があるんですけれど、ここから奥の方、はい、ちょっと奥に見えるのはこれオレンジブームというパエリアの美味しいお店。ここのパエリアはね結構絶品でございますよ。まあ、特にここのサラダのドレッシングは自家製でね、どこのドレッシングよりも美味しいなっていうふうに私はね感じております。さて遠くにはねデポアイランド、そしてデポセントラルの方が遠くに光って見えると思います。まあ、ここから見るより近くに行った方がねキラ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 して綺麗なんですけどね。さて花火の打ち上げまであと2分。はい、ギャラリーの方もたくさん集まってきました。あ、ちゃんやまさんどうもこんばんは、んこでございます。ちょっとね今日は南風が強いんでね、はい、南風が強いんで風の音が入るかなと思います。ただ花火にとりましては風でね煙が横に流れるんですごいいいんじゃないかというふうに思っております。遠くに空が明るく見えるのは夕日ではなくて那覇の街、那覇やね浦添の街の光が、雲に反射して明るく見えていますね。さてこの真っ暗な真正面から花火が上がります。あと1分、はい、あと1分でございます。ギャラリーの方もね今すごいたくさん、まあ、詰めかけておりまして、みんなこの花火を楽しみにしております。今日もね皆さんにこの、南の島の3分間の花火大会を、お送りする今夜の、ボギー大佐の言いたい放題。はい、少しでもねちょっと早めの夏の気分を味わっていただきたい。なんと沖縄今日昼間ずっと雨が降っていたんですけど突然晴れ渡りました。さてあと1分でございます。あと30秒ぐらいだと思いますけど、この真正面から多分打ち上がると私は予想しております。はい、真正面、さあドーンときますかね。皆さんも楽しみにしてください。はい、行きますよ。はい、ちょうど今20時、お、来ました。あ、おお、はい、ちゃんやまさん、はちさんいかがですか。
はい、ということで本日の、花火大会いかがだったでしょうか。もう多くの人たちが海沿いに詰めかけておりましてね、大きな花火が打ち上がるたんびにたくさんの歓声が上がっていましたけど、いかがだったんですかね。いやー、どうでした、ハチさん。本当にね、みんなでね、こういったところで私食事したいんですよ。すごいおしゃれでしょ、このファーゴっていうお店。いや、中はね、レストランというよりクラブみたいな雰囲気で、本当にあの潮風に吹かれながらね、美味しいもの食べたりお酒飲んだりできるおしゃれなところなんですよね。はい、ちょっとね、ちらっと歩いて、紹介させていただきたいと思いますけど、よいしょ、そしてね、週末の夜になると海沿いにね、たくさんの人たちが、まあ、詰めかけまして、こうしてね、花火を、はい、見ております。はい、皆さんまたその花火の余韻にね、浸ってるようでございまして、いかがだったですか。よいしょ、階段を登ります。これ真正面はこの辺りでは珍しいお寿司屋さん。はい、このお寿司屋さんのね、ここからも花火は見れます。で、ここが先ほどのパエリアの美味しいお店。上はね、バーガーショップになってて、なんかいい感じでしょ。はい、こういう感じ。こうしてね、海沿いにテーブルが出ていて、ここで食事をしながらね、花火を見ることができます。ここのね、パエリアとっても美味しいんですよ。皆さんもね、来たらちょっと食べに行ってください。オレンジブームさん、ここはとにかくうまい。そして私がね、おすすめのお店がここの、ブラジル料理のファーゴというお店。テーブルもちょっとかっこいいでしょ、こういう感じで。中もこういう感じでね、すごいいい雰囲気なんですよ。なんか映画の世界みたいですよね。そしてこうしてね、海沿いには花火を見ながら食事ができるように、テーブルが、出されているということでございまして、ここ和牛のお店。はい、沖縄の、石垣牛をステーキにして出してくれるお店でね。こうして食事しながら花火が鳴ります。どうですか皆さん、ちょっと沖縄観光してる気分になりましたかね。はい、ここはね、カプカという、女子力が非常に高い女の子に人気のある、カフェなんですよね。ここの料理も非常に美味しい。はい、まあ、こういう感じでね、すごい賑やかなところの真正面で、花火が上がるということで、今日はですね、皆様には、はい、土曜日ということで花火の中継をさせていただきました。ちょっとは楽しんでいただけましたかね。どうでした、ちゃんやまさん、それからハチさん。今日はね、もうゲリラライブということで、放送させていただきましたけど、楽しんでいただければ非常に幸いでございます。はい、ということで、本日のゲリラライブ、北谷町美浜の方から花火のね、中継をね、お送りさせていただきました。今日は足場のいいところからね、見たんで、すごい綺麗に映ってたと思います。ぜひね、また来週もここに来る、用事がありましたら、皆さんにまた花火の中継、今度はね、ちゃんとしたちょっと道具使ってブレないように撮ってみたいと思うんでね、楽しみにしていただきたいと思います。今日は急に来たんで、ちょっと道具が間に合わなかったんですけどね。はい、この奥にもおしゃれなレストランがあります。あ、オキパイ愛好会埼玉出張所所長さん、先ほど花火終わりました。はい、ということで、今夜の、花火中継、これにて終了をさせていただきます。なお、今日の21時からの放送はね、今の放送に、変えて放送させていただきますので、もしね、マンゴー仮面さんとか、はい、他の方がもしかすると21時から出てくるかもしれませんが、
私の方はねこれにて、放送の方は終了させていただきます。本当にね皆さんゲリラライブということで、突然の放送でね戸惑ってしまったと思いますけど、ハッチさん、それからちゃんやまさん、それからオキパイオ愛好会埼玉出張所所長さん、お付き合いいただきてね本当にありがとうございました。最後に、ハーバーレストランヨットハーバーのそばにあるねレストランの様子をねちょっと皆様にお見せして終わろうかなと思います。ここは週末になると予約入れないと言われているすごいおしゃれな、まあ、レストランでございましてね、見るからに、ちょっと古い話ではございますけど、あのハートカクテルに出てくるような、はい、ハートカクテルに出てくるようなすごいおしゃれな、まあ、レストランになっております。沖縄に来た時にはこういったところでね食事をしながらちょっと、ビールを飲んで花火を見るっていうのもいいんじゃないでしょうかね。ということで本日の放送、これにて終了させていただきます。皆様お付き合いありがとうございました。